大谷翔平が52位で登場。米特集の MLB 実力者トップ100、すでに様々な偉業達成。 MLB 実力者トップ100、日本人最高はダルビッシュの43位。17日、日本時間18日の本拠地レッドソックス戦でメジャー初黒星を喫したエンゼルスの大谷翔平投手。メジャー3度目の登板は右手中指の豆の影響もあり、2回3失点で降板となった。一方、メジャーに旋風を巻き起こしている二刀流への期待は大きく、米メディアが行ったメジャー実力者トップ100の格付け企画では早くもランクインしている。ESPN がこのほど MLB の専門記者、アナリスト、関係者ら40人が投票し、MLB の今季最高の選手を選出する企画を実施。そうそうたるメンバーの中、まだ投手として3試合、打者としては8試合にしか出場していない二刀流のスターが名を連ねている。右投手&指名打者と分類されている唯一の男、翔平大谷は52位。現在のメジャーリーグで最も重視されているセイバーメトリクスの指標の一つである WAR、ISS、Above、Replacement がランキングの基準となっている。WAR は様々な指標を総合して、ある選手が走攻守のすべてを合わせて、どれだけ勝利に貢献したかを評価するもの、指標で、控えレベルの選手が出場する場合に比べて、どれだけチームの勝利を増やしたかを表している。大谷はこの企画で、今季 WAR 3.7 を記録すると予想されている。寸評では、大谷は、我々がしばし目にできなかった事象に挑戦している。彼は、すでにいくつかの偉業を達成している。翌先発登板の間までに放った3本塁打などがそうだ。彼は、すでに、今季7回途中まで完全試合を演じ、スタッドキャストによると、複数の400フィート約122メートル弾を放っていると、野球の神様ベーブ・ルース以来となる二刀流での活躍を高く評価している。また、カブスに移籍したダルビッシュ有投手は、日本人最上位の43位で登場。予想 WAR は 3.9 と算出された。寸評では、ダルビッシュの2017年の防御率 3.86 はキャリアワーストだったが、209奪三振を記録した。彼が2017年シーズンまでに記録しているキャリア通算の9イニングあたりの奪三振数 11.04 は、750イニング以上を投げているピッチャーの中では MLB 歴代最高だと紹介。その奪三振能力を高く評価している。大谷も人間、米報道、負けても異例の特別扱い。米主要メディアが、エンゼルス、大谷翔平投手の降板を、異例の特別扱いで報じた。大リーグ公式サイトだけでなく、ESPN、FOX スポーツ、USA Today、CBS スポーツ、などが、電子版で、まだ試合が終わっていない段階で、2回降板を速報で伝えた。メジャー初黒星を伝える記事もトップ級の扱いで、ESPN 電子版は、大谷が、バックトゥーアース、地上に戻ってきた、現実に戻ってきただった。Yahoo スポーツは、大谷も人間だということを思い出させてくれたの見出しで報じた。ロサンゼルスタイムズ電子版も、まばゆい最初の3週間、彼はベーブ・ルースだった。この試合の1時間は、彼が、単なるベーブ、赤ん坊であることを我々に気づかせたと伝えた。
ショータイムいかがでしたか？チャンネル登録お願いいたします。どんどん新しいものを紹介していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。それではまた。